皆さんお待たせしました。今日はここドルフィンズスタジアムからフロリダマーリンズ対サンフランシスコジャイアンツ3ゲームシリーズ初戦ゲーム1の模様をお伝えします。実況は私谷口裕明でお送りいたします。マーリンズのスターティングピッチャーはサウスポーのオルセン、ジャイアンツのスターティングピッチャーはシュミット。さあ試合が始まります。まずは1回の表、最初の攻撃はジャイアンツ。先頭バッターはウィン。ヒットの数では現在両リーグトップに立っています。センターへ上がっている、アギラ足が止まって構えた、掴んでワンアウトになります。ウィン、センターフライに終わりました。バッターはビスケール。チェンジアップ空振り、外角低め打った、これは内野ゴロ。セカンド左抜けた、センター前ヒット。バッターゴンザレス、5月に入って早くも5本のホームランを放っています。外野は深めの守備位置、キャッチャー二塁へ送球、タッチはアウト、盗塁失敗、ボール球手を出した、ファール。さあ3球目、ボール、伸びのあるストレート、バットが空を切りました。1回の表が終わって0対0、ジャイアンツ無得点で終了です。これから攻撃に入るマーリンズ。さあまずは1番アギラ、注目の立ち上がり、空振り、打った、フェアか、それともファールか、右へ切れた、ファール。さあ追い込んで、ボール外れました、外角低め打った、ショート取った、一塁へ送る、アウト、ワンアウトです。アギラショートゴロに倒れました。バッターラミレス、低め打った、三遊間破った、レフト前ヒット。さあワンアウトから先制のランナーが出ました。このところスランプのジェイコブス、チェンジアップ打ちました、ショート正面、二塁へ、二塁アウト、一塁もアウト、ダブルプレー、これでスリーアウト、チェンジ。マーリンズ先制のチャンスを逃しました。0対0、まだ得点に動きがありません。これから攻撃に入るジャイアンツ、この回は4番クリーンアップヒッターからの攻撃です。先頭バッターは4番ダーラン、セカンド取った、アウト、ワンアウト、ダーランセカンドゴロに倒れました。バッターマシン、初球は決まった、ストライク、ワンストライクノーボール、チェンジアップ打ちました、これはセンターフライになった、掴んでツーアウトになります。オルセンセンターフライに打ち取りました。外野は深めの守備位置、直球空振り、スライダー打った、打球はセンター浅いフライだ、ワンバウンド、ツーバウンドしてヒットになる、ある二塁を狙う、バッターランナーストップ。バッターはメジャー7年目のフェリス、インサイド打った、高いバウンド、ピッチャー掴んだ、一塁アウト、スリーアウトです。二塁ランナー残塁です。得点には結びつきません。2回の表が終わって0対0、ジャイアンツチャンスを生かせません。これから攻撃に入ります。マーリンズ、この回は4番クリーンアップヒッターからの攻撃です。先頭バッターは4番カブレラ、現在9試合ヒットが続いています。第3球はカーブ見送ってストライク。さあバッティングカウントになって、低い球打ちました、これは内野ゴロ、よく取った、一塁へ、一塁セーフ、記録はヒットになりました。バッターはヘルムス、現在5試合ヒットが続いています。スライダー打った、内野フライ、シュミット余裕があります、掴みました、ワンアウトです。ヘルムスピッチャーフライに倒れました。バッターはセビッキー、初球打ち、セカンド取った、二塁アウト、アウト、ゲッツー、スリーアウトです。マーリンズ先制のチャンスを逃しました。2回の裏が終わって0対0、まだ得点に動きがありません。これから攻撃に入ります。ジャイアンツ、この回の先頭バッターはチャベス、打ちました、バットの先、フラフラッと上がった、サード落下点、
ヘルムス掴みました。ワンアウト。オルセンサードフライに打ち取りました。そして次のバッターはシュミット。初球的だ。これはピッチャー真正面、ピッチャー投げだ、センター前ヒット。現在首位打者のウィン、ヒットの数では現在両リーグトップに立っています。第1打席はセンターフライ、一塁アウト、ツーアウト。ウィン内野ゴロに終わっています。そしてチャンスの場面で期待のできるビスケール、スライダーストライク。さあ2球目打ちました。あーっと引っ掛けた。三塁線のゴロ、ヘルムスタッチしてアウト。二塁までランナーを進めましたが得点には至りません。3回の表が終わって0対0、ジャイアンツチャンスを生かせません。これから攻撃に入るバーリン、先頭バッターは7番オリボ。打った、バットのやや根元、ショート掴んだ、一塁アウト。ワンアウト。オリボショートゴロに倒れました。続くバッターはトレーシー。打った、バットのやや根元、ショート右横、アウト。ツーアウトです。トレーシーショートゴロに倒れました。バッターはオルセン。外野前進です。バットの先端、これは内野フライになってしまった。これはやや上がりすぎたようです。シュミット落下点構えて取りました。最後はピッチャーフライに倒れました。序盤3回を終了して0対0、両チーム無得点です。ゲームは中盤4回に入ります。これから攻撃に入ります。先頭バッターは3番ゴンザレス。5月に入って早くも5本のホームランを放っています。現在12試合連続安打を記録しています。打球はショートの左、アウト。ワンアウトです。バッターはダーラン。最初の打席は内野ゴロ、外角打ちました。1・2塁間のゴロ、1塁ベースを踏んでアウト。ツーアウトです。ダーラン内野ゴロに終わっています。バッターマシンに、第1打席はセンターフライ、チェンジアップ空振り、ワンストライクノーボール、スライダーストライク。さあ追い込んで、ボール一つ外した、ツーストライクワンボール。スライダー打った、左中間ラインドライブ、ワンバウンヒット。バッターアルー、これが2打席目になります。さあ1球目、外野は深めの守備位置。ジャイアンツここまで4安打。初球外れました。そして4球目、打った、バットのやや根元、ショートオーバー、一塁ランナー二塁から三塁へ、これもヒット、セーフ。バッターメジャー7年目のフェリス、最初の打席はピッチャーゴロ。あーっと自打球。第2球は速球決まってストライク。さあ3球目、チェンジアップ打った、セカンド正面、ボールを取って一塁へ、一塁アウト、スリーアウトチェンジ。ランナー一塁三塁残塁、得点できませんでした。4回の表が終わって0対0、ジャイアンツチャンスを生かせません。これから攻撃に入ります。バーリーズこの回は打順よく1番からの攻撃です。右バッターボックスはトップバッターアギラ、現在3試合ヒットが続いています。アウト。ワンアウト。アギラショートゴロに倒れました。そして次のバッターはナミです。フルスイング空振り。そして2球目、ボール直球外れました。ワンストライクワンボール。チェンジアップ空振り、ピッチャー追い込んだ、打った、引っ張った、サード掴んだ、アウト。ツーアウトです。ラミレスサードゴロに倒れました。バッタージェイコブス。さあ1球目、初球打って出た、ショート掴んだ、アウト。マーリンズこの回も三者凡退です。4回の裏が終わって依然両チームの得点に動きがありません。これから攻撃に入るジャイアンツ、先頭バッターは8番チャベス。第1打席はサードフライ、セカンドゴロ正面、アウト。ワンアウト。チャベスセカンドゴロに倒れました。バッターシュミット、速球決まってストライク。さあ1球目ストライクから、これはボール、ワンストライクワンボール。外のボール球、た切れていきます、ファール。シュミットスイングアウトの三振。バッターウィン、ヒットの数では現在両リーグトップに立っています。速球ストライク。さあ1球目ストライクから、インサイド引っ張った、ワンバウンド、ヒットになった。
そして次のバッターはビスケール。これはバットの根元、これはセカンド正面、一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。ファーストランナー残塁。5回の表が終わってジャイアンツまだスコアボードはゼロのままです。これから攻撃に入ります。マーリンズ、この回は4番クリーンアップヒッターからの攻撃です。先頭バッターは4番カブレラ。カーブ外れてボール。さあ1球目ボールから、カーブは空振り、真ん中打った、ライナー左中間へ、ゴンザレス取りました。ワンアウト。カブレラレフトライナーに終わりました。バッターヘルムス、現在5試合ヒットが続いています。決まった、ストライク。さあ2球目、高め打った、センターオーバー、グーンと打球が伸びていく、ウィン、ポタイ、ウィン追いかける、ヒット、ヘルムス二塁も狙う、セーフ。さあワンアウトからのランナーが出ました。バッターは6番セビッキー、インサイドコーナー空振り。第2球はこれは見送ってボール、ワンストライクワンボール。カーブ打ちました、キャッチャー落下点、マシーンに掴みました、ツーアウトです。二塁セーフ。シュミットファールフライに打ち取りました。打った初球打ち、サード左への打球、タッグアウト、得点できませんでした。前半終わって0対0マーリンズ、チャンスを生かせません。試合は後半6回に入ります。これから攻撃に入ります。先頭バッターは3番ゴンザレス。5月に入って早くも5本のホームランを放っています。現在12試合連続安打を記録しています。内角低めいっぱいストライク。さあ追い込んで引っ張った、ライト線、ずっと打球が上がっていきますが取りました。これでワンアウト。ゴンザレスライトへのフライに終わりました。さあワンボールから大きなスイング、空振り、直球見送ってストライク。バッター追い込まれた。次は4球目、スライダー外れてボール。次が5球目、インサイドコーナーボール。さあフルカウントから見逃し三振、手が出ません。バッターはマシーンに、フルスイング空振り、速球決まってストライク。さあ3球目、一つ外してボール。2者連続三振、最後は空振り三振に打ち取られました。6回の表が終わってジャイアンツまだスコアボードはゼロのままです。これから攻撃に入ります。マーリンズ、先頭バッターは8番トレーシー。最初の打席はショートゴロ。さあ1球目ボールから、フルスイング空振り、ワンストライクワンボール。ストライク、チェンジアップ、空振り三振。まずは先頭バッターを三振に切って取りました。バッターはオルセン。まずは1球目、外野前進です。真ん中打った、ショート横飛び、ヒット、オルセン、これで2打数の1安打。さあ1球目、初球打って出た、ライナー、ワンバウン、これもヒット、オルセン2塁でストップ。アギラ、今日初めてのヒットになりました。バットの先端、インフィールドフライ、チャベス足が止まって構えた。ここは余裕を持って取りました。バッターは3番ジェイコです。大きなスイング空振り、ワンストライクノーボール。インサイドコーナー打った、高いバウンド、ピッチャー取った、一塁アウト、これでスリーアウト、チェンジ、ランナー一塁二塁残塁。中盤終わって0対0マーリンズ、チャンスを広げることができません。試合は終盤7回に入ります。これから攻撃に入ります。先頭バッターは6番アルー。打った、強い当たり、センターへ大きな当たり、伸びる、まだ伸びる、まだ伸びている、入った、ホームラン、第5号ソロホームラン、151キロの速球を捉えました。ついに均衡が破られました。1対0ジャイアンツ先制。バッター
フェリス今日3打席目。初球打ってきた、内野ゴロ、二遊間抜けた、センター前ヒット。アギラ追いかける、フェリス一気に二塁へ、二塁セーフ。さあ追加点のチャンスになった。チャベス、スライダーに送ってストライク。さあ初球ストライクから、低め際どい球、ボール。真ん中打った、二遊間破った、センター前ヒット、セーフ。バッターボックスにはピッチャーのシュミット。内野は前進守備。さあ2球目打ちました、アットバットが折れた、内野ゴロ、グラブを弾いた。オリボタッチしてアウト。さあ追加点のチャンスにバッター、ウィン。ヒットの数では現在両リーグトップに立っています。低めボール抜けました、ちょっと力が入ったか。さあボールワンから、さあインサイド厳しいところ、ジャイアンツここまで9安打打ちました、三遊間、これは取れない、抜けた、レフト前ヒット、セーフ。ジャイアンツさらに1点追加。ここでチャンスに期待がかかるバッター、ビスケール。今日はここまで3打数1安打。ジャイアンツ追加点のチャンスを迎えています。チェンジアップ打った、ピッチャー掴んだ、ボールを取って一塁送球、一塁アウト、ツーアウトです。ビスケールピッチャーゴロに倒れました。さあ1球目ボールから、アウトサイドコーナー空振り、ワンストライクワンボール、決まった、ストライク、ピッチャー追い込んだ。そして4球目、空振り三振、ゴンザレススイングアウトの三振に倒れました。7回の表が終わって2対0ジャイアンツ先制点を挙げています。2点を追いかけます、マーリンズ。先頭バッターは4番カブレラ、打ちました、いい当たり、センターライナー、ワンバウンヒット。さあノーアウトのランナーが出ました、バッターはヘルムス。まずは一塁牽制、初球決まってストライク。まずは初球決めてきました、一塁牽制、一塁牽制。マーリンズここまで6安打、大きなスイング空振り。そして3球目、1球外してボール、2ストライクワンボール。真ん中打った、サードファールフライ、これは上がりすぎたか、掴みました、ワンアウト、一塁はセーフ。バッターセピッキー、まずは1球目フルスイング空振り、決まった、ストライク。マーリンズここまで6安打、空振り三振、見事なピッチングです。そして次のバッターはオリボ、空振りフルスイング、二塁送球はどうだ、タッチしてアウト、盗塁失敗に終わりました。7回の裏が終わって2対0マーリンズ、ゼロ更新が続いています。これから攻撃に入ります、ジャイアンツ。この回は4番クリーンアップヒッターからの攻撃です。今日ヒットが出ていないダーラン、決まった、ストライク。さあ初球空振りから、ストライク決まった、バッター追い込まれた、内角高め打った、左中間詰まっている、セピッキー前進、取ってこれでワンアウト、オルセンレフトフライに打ち取りました。バッターマシーニ、今日はここまで3打数1安打、スライダーストライク。さあ初球空振りから、ストライク決まった、ツーストライクノーボール、バットの先端、三塁線はフェア、アウト、ツーアウトです。マシウニサードゴロに倒れました。今日は3の3と好調のアルー、ここでスリーベースが出ればサイクルヒット達成です。低めの球空振り、ワンストライクノーボール、アップバンドイン空振り、バッター追い込まれた、三振、あるスイングアウトの三振に倒れました。最後は空振り三振に打ち取られました。2対0ジャイアンツ、この回0点に終わっています。ここでタイムがかかります。ジャイアンツピッチャーが変わるようです。ここでマウンドに上がったのはウォレル、今シーズン13試合目の登板。
ストライク、チェンジアップ、ワンストライクノーボール、ボール球手を出した、高いバウンド、ピッチャー取った、アウト、ワンアウトです。オリボピッチャーゴロに倒れました。バッタートレーシー、現在4試合ヒットが続いています。スライダー外れてボール、さあ1球目ボールから、アウトサイド打ちました。そして3球目ボール外れました。さあバッティングカウントになって直球しました。センターの前、ワンバウンド、ヒットになった。トレーシー今日初めてのヒットになりました。ここでタイムを取りました。マーリンズ代打を起用してくるようです。代打はウィリンガム。まずは一塁牽制、ボールカーブ外れました。ノーストライクワンボール。マーリンズここまで7安打、チェンジアップ打った、レフト抑えた、ランナー一塁に戻ります。一塁セーフ、ウィリンガムレフトライナーに終わりました。ここでタイムを取りました。マーリンズピンチヒッターを投入してくるようです。バッターは代打アバークロムビー。マーリンズ続けざまに代打を投入してきます。チェンジアップ打ちました、内野フライ、ピッチャー落下点、ウォレル掴みました、スリーアウトになりました。ファーストランナー残塁。8回の裏が終わって2対0、ジャイアンツ2点リードは変わりません。いよいよ最終回を迎えました。これから攻撃に入ります。先頭バッターは7番フェリス。今日はここまで3打数1安打。ワンバウンド、2バウンドしてヒットになる。前の打席でヒットを放っているチャベス。打った、バットのやや根元。ショート取った、2塁アウト。1塁セーフ。ここでタイムがかかります。ジャイアンツ、代打を起用してくるようです。はい。ピンチヒッターはニークロ。フルスイング空振り、スプリット外れました。一塁牽制、さあ3球目、外のボール球を打った、ファールボール、真ん中打ちました、いい角度で上がっている、行ったか、どうだ、入るか、ダイレクトで当たった、チャベス二塁回って三塁へ、ヒットセーフ。ここでタイムを取りました。さあここはダイソーを起用するようです。ビスカイーノ三塁に入りました。内側いっぱい決まってストライク、ワンストライクノーボール。さあ初球ストライクから、アウトサイド速球ボール、インサイド打った、ショート掴んだ、フィルダースチョイスが記録されます。ここでタイムがかかります。さあここはダイソーを起用するようです。エリソン二塁に入りました。初球は、内野は前進守備。さあワンボールから、インサイド打った、ファール。さあ3球目、低め外れてボール。さあバッティングカウントから、空振り、ツーストライクツーボール。さあ追い込んでから、アウトサイド速球ボール、ツーストライクスリーボール、見つける、スイングアウト、三振に倒れました。今日三振が2つのゴンザレス。ジャイアンツ追加点のチャンスを迎えています。低め打った、ピッチャーの左、ピッチャー抜けた、センター前ヒット、二塁ランナー三塁蹴って直線、続いて二塁ランナーも今ホームイン、ゴンザレスセンター前タイムリーヒット、初球から打っていった、内野フライ、ジョーンズ足が止まって構えた、掴みました、スリーアウトになりました。4対0、ジャイアンツこの回2点を加えています。ここでタイムを取りました。さあプレー再開です。まっすぐ決まった、ストライク。さあ1球目空振りから、高い球打った、セカンド右横、アウト、ワンアウトです。ランナージェイコブス、今日はここまで3打数ノーヒット、打ちました、鈍い当たり、取りました、ツーアウト。さあいよいよあと1人、今日マルチヒットのカブレラ。内野は深めの守備位置、
セカンド取れない、センター前ヒット。今日ツーベースダブルを打っているヘルムス、インサイドコーナー空振り、ワンストライクノーボール。バットの先端、ピッチャーの左、グラブを弾いた、一塁へ送る、一塁アウト、ゲームセット。マリンズ3連戦初戦勝利ならず。さあ今日の試合をハイライトでご覧ください。ご覧いただきましたようにマリンズ残念ながら敗れました。実況は谷口博明でした。皆さんさようなら。